三条太郎か。この俺の本体を探すためにお前らを残すとは。ラジコン飛ばす作戦が完璧に読まれてるじゃねえかよ。ウェットオットチリペッパー、イエー。空城城太郎、頭の切れる男だ。やっぱりあの男だけには見つかりたくないぜ。このラジコン飛行機スピットファイヤーは5分あればジョセフ・ジョースターの船まで行ける。一方モーターボートは船まで8分から10分ってとこかな。つまり3分ぐらいでおめえらを始末すれば余裕で追い越せるわけだな。てめえがチリペッパーの本体か。名前は音石明だ、19歳。まあこのギターは気にしないでくれ。将来の夢はジミヘンとかジェフベックとか言ったよ。ウルトラスーパーギタリストになって激しく熱く生きることなんだよ。肌身離さず持ってることにしてんのよ。近い将来世界中のやつらを俺のギターで。ノックアウトしてみせるぜ。 Oh yeah。